二人のひざまずく寄進者のいる受胎告知は、イタリアのルネサンス期の巨匠フィリッポリッピによる絵画である。1440から1445年に制作され、ローマにあるバルベリーニ宮の国立古典絵画館に所蔵されている。作品の由来は、フィレンツェのサンテジーディオ教会に関連付けられている。構図は、場面の中心を占める聖母マリアを中心に回っている。 背景の右側には二人の小さな女性像が階段に乗っている。二人の寄進者の肖像画は特定化されていない寄進者が欄干の後ろにひざまずいているところを表している。人物たちが自然なサイズで表現されていることは比較的新しいスタイルの特徴であった。作品は分かっていない時期に左側が切断されたようである。かつて アンドレア及びロレンツオ・ディラリオーネ・デ・バルディとして特定化された寄進者に関連して制作年は1452年以降と見られていたが現在ではミュンヘンにある受体告知との比較そしてフラ・ンジェリコの作品との類似性から1440年代初めに制作されたと考えられている1440年頃のアンドレア・デル・カスターニョの 協力も示唆されている。最近、フォルコ・ポルティナリと、フォルゴナッチオとして特定化された寄進者は、おそらく助手の助けを借りて描かれたと見られている。a b h t t p s w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  g a f f r a m e s e h t m l b i l l i p p i f i l p o バイオグラフ HTML ウェブギャラリーオブ of トのサイト2021年8月19日閲覧ありがとうございます。